マッティア・デストロは、イタリア・マルケ州、アスコリ・ピチェーノ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。ジェノア・ CFC 所属。アスコリ・カルチョのユースチームで、競技生活を開始。2005年に、インテルのユースチームに移籍。2090シーズンには、カンピオナートプリマベーラで18ゴールを記録した。2010年6月。 アンドレア・ラノッキアがインテルに移籍するに際して、デストロの共同保有権が、ジェノア CFC に譲渡され、2010から11、シーズンは、レンタル移籍の形で、ジェノアでプレーすることになった。2010年9月12日、負傷したルカトーニの代役として AC ・キエボ、ベローナ戦でデビュー。3から4から3システムのセンターフォワードとしてプレーし、ゴールも記録した。 その後は主に途中出場で起用され、シーズン終了後の2011年6月に、ジェノアが共同保有権を450万ユーロで買い取った。2011年夏、a c シエナに共同保有権が譲渡され、同チームにレンタル移籍早々に、レギュラーの座を奪うと、30試合で12ゴールを挙げる、活躍を見せた。 2012年7月30日に AS ローマへ買取オプション付きのレンタル遺跡で加入することが発表された。レンタル料は1150万ユーロで、買取オプションを行使する場合は450万ユーロが追加する契約となっている。ローマ遺跡後はゴールから見放されていたが、2012年11月5日のパレルモ戦で遺跡後初得点を記録。 しかしすでに1枚、イエローカードを提示された上で、ゴール後にユニフォームを脱いだことで2枚目のカードをもらい、退場となってしまった。2013年6月、ローマは買取オプションを行使し、450万ユーロで、ローマへ完全移籍2015年1月、買取オプション付きのレンタルで、AC ミランへ移籍 2015年8月20日、ボローニア FC への移籍が決定。2020年1月4日、ジェノア CFC へシーズン終了までのレンタル移籍。イタリア代表として各年代でプレー2012年5月には UEFA ユーロ2 0 1 2本大会に向けた32人の暫定メンバーの一員に選ばれた。 2012年8月15日、イングランドとの親善試合にて A 代表デビューを果たした。同年9月11日のワールドカップ予選のマルタ戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。